やめとくか、やめとくか。はい、どうも。それさっきうかつにちょっぱりピースの話になっちゃいましたけど、今回はですね、元でいいのかな、統一教会信者2世、お家のお父さんとかお母さんがズブズブの統一教会員で、自分も当たり前のように統一教会員にされたけど、ご不満を持って、まだ続けてるかやめてるかちょっと分かんないけど、そんな人の話ですね。テレビかなんかで喋ってたのを、どっかでちょろっと見ましたけど、ですね、結構厳しい宗教なんだよということでね、恋愛禁止ですしみたいな、でなんか変な誰だっけ、文鮮明の本をなんか何冊も買わされて、物置とかもう文鮮明の本だらけだよみたいな感じで言っててね、でその中でですね、もう1分経ちた、アニメを見ただけでなんか目をパシャパシャ洗われて怒られたって言うんですよ。このアニメはサタンのアニメだから見ちゃダメだよって。でね、それが女の子なんですね。で、かなり有名なアニメなので、私は見たくてしょうがなかったんだけど、見ただけで怒られたって言ってたアニメがですね、多分ね、二十歳超えてる子なんで、僕はこうパッと浮かんだのはセーラームーンなんですけど、で、ドラゴンボールとかね、ああいう系じゃない。ドラゴンボール結構その前だもんね。で、多分ね、25ぐらいか30ぐらいだと思うんですよ。40はいってない。なのでね、僕がこうパッとセーラームーンが浮かんだっていうのも、お前、おっさんだなみたいな。セーラームーンなんか何十年前だよって言われるかもしれないけど、多分ね、30年前ぐらいなんですね。30年、25年ぐらい前かな。ね、時間の流れって早いですね。なのでね、今回のまとめはですね、統一教会員がこのアニメはサタンのアニメだから見ちゃダメだよって言われたアニメはですね、僕はセーラームーンじゃないかと、思ったというね、思った?これはいいよね。思った話ですね。はい、以上です。